感じるのかってことですね。これ一番大事なところなんですけど、あの痛みはどうやって感じてるかってことなんですけど、藤田さん今日どこ痛いですか？足の裏、いいですね。なかなかいいです。足の裏、藤田さん痛いです。足の裏が痛いっていうのを判断してるのは脳なんですよ。で、よく考えてくれ、こんなに離れてるんですよ、距離。なぜ脳で足の裏が痛いなんて分かるんでしょうね。っていうことを聞いてるんですけど、不思議だと思います。電波かなんか出てるんですかね、ここから。78MHz の電波で。なんでですかね。野津さん、分かりますか？司令塔っていうんです。西山さん、分かりますか？神経。あ、その通り、神経があるからなんですよ、神経。よく勉強しますね。